everyone. How are you? I'm good. こんにちは、安枝ゆかりです。今日のビデオは英語育児に取り組まれているお母さん、Play with English の幼稚園クラスに参加してくれてる、お子さんのママからいただいた質問、相談のメッセージを、メッセージの答えを皆さんにシェアしようと思ってビデオを撮ってます。このお母さんからの相談メッセージっていうのが、毎朝幼稚園に向かうまでの間、What's your name? How are you? 聞いた後に、Do you like? でいろいろ聞いてって。子供さんがね、自分に英語で質問をしてって言うんですって。すごくない?これって完璧な英語育児ですよね。いや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 なんて言わないでね。だって普通の生活しててさ、幼稚園の子が Do you like? でなんか質問してよって言わないからね。そこは英語育児できてますって言ったらありがとうぐらいの気持ちで言ってね。 OK? You can do it! You can do it! できてるんだよ。じゃあ本題に入りますね。 Do you like? の後にどんな単語を言えばいいのって、毎日こう質問してって言われるけど、言う言葉が決まってきてる。で、なんて言えばいいのかわからないですよね。まだPlay with English 始まって1ヶ月なんですよ。4月に開講して2回のレッスンと2回の動画を送ったのみなので、まだ、ね、単語数はかなり少ないというかほぼない状態なので、お子さんにどんな質問をすればいいの、これですね。子供さんの目線になってまず考えるっていうのが一つと、あとは身の回りに溢れている日本特有なものに目を向けて考えてみましょう。で、子供さんの目線で考えるって言ったら、例えばどんなことっていうのがあるんですけど、子供が好きなもの、それは漫画だったりアニメだったり食べ物だったりおやつだったり公園だったり、あと幼稚園の中とか保育園の中の行事とかかながあると思うんですけど、例えば、アニメだったらアニメのキャラクターでもいいし、乗り物、仮面ライダーってバイク乗ってますよね。バイク、あれ英語で言うとそのままバイクでいいです。モーターサイクルとも言うんですけど、バイクでも通じるので Do you like bike? とか、あとは自転車がバイセコルとも言うんですけど、これもバイクで通じます。そうで、あとはブロックね、子供が好きなブロック、あれはブロックって一つだけじゃなくてたくさんあるからブロックス、ブロックス、複数形の S がつきます。これに日本特有なものを書き合わせていくと、けん玉、おはじきで、最近見ないけど竹馬とかかんぽくりとか分かりますかね。鯉のぼりも鯉のぼりで OK です。そういう日本語でが発祥のものはわざわざ英語に直して言おうとしなくていいので、まず日本語で言ってみてください。で、続いて食べ物編です。食べ物はおやつと、あとは主食じゃないな、ちゃんとしたご飯のメニューとしてのものを考えていきますね。おやつはこれ結構使えるんですよ。っていうのがグミとかね、あれよく味のところカタカナでグレープ味とかストロベリーとか、あと何キウイとかパイナップルとか書いてあるので、英語に直しやすいし、子供もなんていうかな、想像しやすい。例えばグミ持ってて隠してて、今日のおやつグミなんだけど、グミの味 Do you like strawberry? Do you like strawberry? 一瞬見せて隠すね。
このなんかクイズっぽいやり方はぜひ取り入れてください。答えを教えるんじゃなくて想像させる。 OK？ で続いてそのご飯メニューの方に行くと、和食って今世界的にねずっとブームでしょ。その和食にちょっと着目し、和食に着目、して Do you like? で聞いていくと、味噌汁、あれ味噌汁はスープですよね。味噌スープとか、味噌汁の中に入ってるから豆腐とか納豆、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばね。それに例えば Do you like たこ焼き with マヨネーズ、マヨネーズつけたやつね、好きとか、そういう聞き方もできますよね。最後に子どもの生活圏内の英単語に入っていきたいと思います。今日は公園、公園って子ども好きですよね。暗くなるまでまだ遊ぶんかいっていうぐらい遊ぶんだけど、滑り台とブランコにしようかな。まずは単語出てこないですよね。滑り台、 Do you like 滑り台？これももちろん OK です。日本語から入っていくっていうのも、お母さん自身が英語で話しかけたいけど単語がわからない場合はまず、日本語でもいいから聞いてみるって、そこから始めてもらっても OK ですよ。でも今日はどんな風に新しい単語を導入していくかっていうのを一緒にやってみたいと思います。例えば今日も公園に行くよっていうのが決まってる時に、うちの近くふれあいの森公園っていう公園があるんですけど、 Do you like ふれあいの森パーク？ Do you like ふれあいの森パーク？ふれあいの森って言ったらもう公園っていうのが頭にあるので、パークって言われたら、あ、公園のことかなって。聞き返しは多分しないです。聞き返しはしなくて行く行く行くとか言うんですけど、それは一回だけではなくて継続的に Do you like ふれあいの森パークとか、 Do you like いちごパークとか、 Do you like 上野パークとか、上野公園パークとか、そんな感じで言っていくと、あ、パークイコール公園なんだっていうのが頭に入ってくるようになります。で、 Do you like ふれあいの森パーク？ Yes I do! じゃあ行こっか、 Let's go! とか行く、車の中でも構わないし、準備する段階でも構わないんですけど、公園か、いろいろあるよね。 Do you like slide? Do you like slide? 今お母さんに聞いてますよ。 Do you like slide? What is slide? Ah, slide. Okay, climb up, up.スライド、わかります？スライド、登って降りるよ。 It's slide. It's a slide. 答えは滑り台です。わかりました？この中、自分の中での感情表現かじゃない、表現の仕方ベタ。で次いきますね、気を取り直して。次はちょっと想像しやすいと思います、大人の人。 Do you like swing? Do you like swing? Swing, 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 swing. You can sit down and swing. Swing.答え言いますよ。せーの、ブランコ。イエーイ。こんな感じですね。初めての単語を導入するときは、さっきも言ったみたいに想像させてください。それが間違っててもいい。で、間違ってたときに言ってほしくない言葉がブブーとか違いますとかじゃない。じゃない。言ってほしい言葉は惜しい。これ英語で言ったら close とか
感じかな。 almost じゃなくて close の方がいいかな。そう、惜しい、違うよって言われたら、ああ違うんだって思うけど、惜しいって言われたら、惜しい、他に何があったっけってちょっと探すんですよ。で、その惜しいっていうのは自分の中の意欲をもっとこうね、大人でもそうでしょ、違うとかなんか全否定されたら悲しいじゃないですか。そうじゃなくて、惜しいって言われて、あ、惜しいんだって、ちょっともうちょっと頑張ればできるんだっていう気持ちにさせてあげてください。今回のビデオはここまでになります。英語育児をこれからも楽しんでやっていきましょう。 See you!